フリースタイルで、大事なことはですね、テールコントロールで大事なことはテール手を幅を広げることですね、ジャンプにするときでもそうですし、まあ大体のボディドラッグでもトリックをするときにはほとんどテール手を広げて、アクションを起こします。よく見られるのは、テール手があまり広がってない状態ですよね。これだとしっかりテールを引っ込むことはできないので、大きなパワーを得にくいですね。よりテール手を広げた方がしっかりテールを引っ込めるので、アクションを起こしやすいです。でそういうテール手を広げる練習も、普段のジャイブの時から、練習してください。以上です。ノーマルジャイブはあまり派手なテクニックではありませんが、ウィンドサーフィンにおける基本中の基本です。トップスピードでジャイブをするには高度なテクニックが必要ですが、JP ボードの場合、他のボードに比べ回転性がかなり高いのでクイックなジャイブが可能です。ぜひトライしてみてください。ダックテープは、陸上でこのテールの何て言いましょうか、返す練習、まあこういう手さばきの練習を早く陸上で、できるようになるまで、こうちょっと風がない時とかには練習するのが、ダックテープをやるにあたっては効果的です。まあ、ポイントとしてはなるべくこのテール手を広く取り、そして、マスト手は、ブームのクリューを掴みに行くんですけども、その時になるべくクリュー寄りを持った方がテールの下を潜りやすいんですね。でよく失敗例を見るとあまりこうテール手を広げてなくて、そしてクリューもこの辺を持ってしまうんですね。あまり近くを持つとこのフットで顔をぶつけたりすることが多いですから、なるべくテール手を広げて、そしてブームのエンド寄りを持てば楽にフットをくぐり抜けて、そしてちょっと放り投げるようにしてテールを返すようにすると、ダックジャイブは、綺麗に決まります。
ピコットジャイブはフレーミングからターンに入る前に後ろストラップから足を抜き、後ろストラップのテール側に置きます。ポイントは後ろ荷重で思いっきり押し込みながらテールプレッシャーをかけます。テールを沈めると同時に最小半径でノーズを風下へと向けながら一気にボードを回します。後半はクリューファーストの形となり完了です。ボードが風下に回転し安定したらセールを返します。このテクニックはジャンプジャイブの後半の部分とよく似ています。フリースタイルはボードトリムやセールコントロールがかなり重要になってきます。レールトゥーレールは重心移動の繰り返しです。バランスをコントロールできるよう何回も練習してくフレーニングジャンプ、通称キックジャンプはフレーニング中にハーネスラインを外しセールをしっかり引き込んだままスピードをキープしてジャンプ台となるバンクを探します。ボードのボトムをバンクに対してなるべくフラットになるようにアプローチして両足を引き上げ飛び出します。ジャンプの頂点ではセールにぶら下がるように両膝を曲げ着水の衝撃に備えてください。アンダーセールの雰囲気はフリーライドやフリームーブのボードが性能を発揮します。フローに合わせてジャンプしながら確実にテールから着水するように心がけてください。ワンハンドジャンプまたはワンハンドキックジャンプはハーネスをかけたままやや風上に対してアプローチしジャンプの頂点で手を離します。この時目線は進行方向を見ます。着水時のスピンアウトの対処の方法はやや風下側にノーズを向けることです。ジャンプジャイブは対空時間を必要とするためフローに合わせて風上に蹴り上がるように飛び出します。ポイントは前足を風上に引き上げながら後ろ足はテールを蹴り出しセールに体重を預けながら空中でノーズを風下に抜きます。同時に後ろ足をストラップから抜きマストと前足の間に移動させます。前足は着水するまでストラップに入れて空中でボードをリードします。クリューファーストの状態で着水しセールを返します。次は、ヘリコプターアタックの、陸上でのワンポイントアドバイスを、ちょっとやりたいと思います。風が弱い時ですね、あまりフレーシングしない時でも、練習できますので、ぜひトライしてみてください。まずタックのようにして風上にボードを向けます。そして、風に向かってこう風を切るような形でマストをこう出し、そして、上風を入れます。この時に風の、強さに応じてこのマストの角度を調整しますね。風が強い時はマストを
倒し気味にして、で風が弱い時にはちょっとマットを立てた感じにして、テールをコントロールします。でこの裏風を入れた時に、ブームの、わずかなコントロールで、ボードの向きを逆方向へとしっかり向けます。よく失敗例を見ると、ボードの向きが、逆タックを向いてないの時にセールを返してしまうと、ボードがラフったりして、うまくセールが返せませんから、この B ボードサイドの時にしっかり、ブームの幅をちょっと広げてですね、セールコントロールすることが大切になります。そしてブームが、まあ、ボードがしっかり返ったと思ったら、セールを、返します。タックのように風上に向かって B ボードサイドの形になります。そしてこの時にしっかり、ボードを、コントロールしてテールを返します。以上です。セールボディ360、ノーマルセーリングから前足をボードの中心線上のジョイント近くに置き、裏風を入れブーム手を押し込むように逆タックへ乗り移りながら360度のセール回転を行います。このテクニックはリフージほど成功率が高くなります。Well, you gotta put your hands together through any corner with it. You ain't more than some real good stuff. Rain or sunshine, sleet or hail. You can believe this anytime. スローモーションでよく足の動きを見てください。You can believe this anytime.